NPB における右打者史上最高打率の記録を誇る横浜ベイスターズや福岡ソフトバンクホークスなどで活躍した好打者内川聖一選手。今回はそんな内川選手の面白いエピソードを50個ご紹介します。物心のついた頃から野球が大好きで、近所の少年野球チームの練習を見ていたという内川選手。小学2年生だったある日、この子はいい選手になる、いつも練習を見に来るほど野球が好きなので、なんとか入部させてあげたいと臨時の保護者会を開き、わざわざ部則を改定してまで内川選手をチームに招き入れたそう。小学生の頃のクリスマスプレゼントは1ダースの野球ボール。逆に普通の子なら喜ぶようなゲームなどのおもちゃをもらっても内川選手は喜ばなかったそう。少年時代にスイミング、書道、英会話にも通っていた内川選手。両親は野球以外に興味を持ってもらいたいと本を与えてみたものの、野球以外の興味はまるで示さなかったそう。そこで両親は本人の好きなことをさせてあげようとシフトチェンジをしたらしい。両親は好きなことを一生懸命やらせていたが、文武両道、勉強をおろそかにしないこと、道具を大事に扱うこと、家で監督やチーム、そして仲間の悪口を言わないことの3つの約束事を設けていたそう。中学最初の英語テストで点が取れなかった時には、もう野球はやめろと激しい雷を落とした父和弘さん。内川選手がグラウンドにグラブを忘れて帰った時には、夜の暗闇の中を自転車で取りに行かせたこともあったそう。高校は地元大分県の公立高校、大分工業高校に進学。中学時代から名を馳せていた内川選手だが、公立高校ということもあり、聖一は使わない、3年生優先と入学当時言われていた。しかし3年生の保護者から内川選手を使ってほしいという要望があり、1年夏からショートのレギュラーを獲得した。このまま順調にチームの中心選手となると思われたが、1年生の秋に骨に穴が開く骨脳腫を発症。3回にわたる手術と苦しいリハビリで全力で走れるようになったのは2年の秋だったそう。内川選手は当時について、もっと野球に真剣に取り組まなければいけないなと思うようになりました。これまでは野球ができるのが当たり前のように感じていたんでしょうね。初めてできるありがたみを感じましたと振り返っている。怪我から復帰後は打ちまくり、通算43本の本塁打を記録した。3年夏の高校野球大分大会にはショートでキャプテンとして出場したが、決勝戦で中津工業高校に0対4で敗れ準優勝となり、3年通して甲子園には出場できなかった。父の和弘さんは法政大学野球部出身で、4年生時には東京六大学野球春季リーグでベスト9に選出されている。その後は大分県の国東高校、大分工業高校の野球部監督を歴任しており、1993年の夏の甲子園に出場した。内川選手も大分工業高校では父から指導を受けている。現大相撲力士の琴奨菊さんと親交があり、家族ぐるみの付き合いをしている。内川選手がソフトバンクに在籍していた際には、琴奨菊さんがペイペイドームでたびたび試合を観戦していたそう。幼少期や学生時代の食生活について聞かれると、当時僕は体が細かったので、まずはどうやって体重を増やすのかを考えて食事をしていました。学校にお弁当を2つ持って行って、朝練で1個食べて、2限目終わりにもう1個食べて、お昼は学食で食べて、練習終わりに購買で買って食べてみたいな感じでしたねと答えている。プロに入ってからについては、レギュラーを取るまでは高校時代と同じように、とにかく体を大きくすることを考えていました。空腹状態を作らないよう常に何かを口にしていましたね。食事のバランスを考え出したのはレギュラーを取る少し前くらいからでしたね。20代中盤から後半に差し掛かってくると、いろんな先輩の話を聞くようになりましたし、ちょっとずつ意識して食事を取るようになりましたと振り返っている。座右の銘は一生懸命、笑顔でいるためには健康でいないと何をするにしてもきつい、命を懸けてやっていく中でそれでも笑顔になれるのがいい、そんな意味ですと話している。ストレス発散方法は美味しい焼肉を食べること。実家では昔から焼肉が勝負飯だそうで、何か大事なことの前日はいつも焼肉だったそう。遠征先の楽しみも焼肉だという内川選手。美味しい焼肉屋さんに出会うのが楽しみですね。他の選手と野球やそれ以外のことを話す場になるっていうのもありますと話す。趣味はプロレス観戦、ゴルフ。オリエンタルラジオ藤森慎吾さんのインスタグラムには、内川選手が小栗旬さんなどとゴルフ場で撮影された写真が載せられている。右打者ながら一塁到達まで 4.20 秒と平均以上の脚力を備えている。シーズンオフにはチーム内川と称される合同自主トレを行っていた。上林誠二選手らホークスの選手のみならず、球団の垣根を越えて鈴木誠也選手や上本隆選手など内川選手を慕う他球団の選手が参加していた。2000本安打を達成し迷宮会入りも果たしているが、初めて規定打席に到達したのはプロ8年目の2008年だった。
トレードマークは顎である内川選手。活躍した選手をベンチ前で迎えるときにハイタッチで祝福することはよくあるが、内川選手は顎タッチで応えることが多かった。横浜ベイスターズ在籍時、対巨人戦で3打席連続本塁打を放った活躍をきっかけに、顎ジラッとも呼ばれるようになった。元プロサッカー選手で日本代表経験もある田中葉山氏とは横浜在籍時より親交があり、内川選手が田中氏の試合観戦に訪れたり、また田中氏もホークスの宮崎キャンプを訪問するなどの交流があった。田中氏は同じプロアスリートとして自分にとってすごく大切な存在と明かしている。横浜時代の個人応援歌は2010年にリリースされた東京女子流の楽曲頑張っていつだって信じてるのサビに取り入れられており、同グループのメンバーである新井ひとみさんは、内川選手が通算2000安打を達成した翌日に自身のツイッターで、内川選手おめでとうございます、今でも内川選手の応援歌歌わせていただいていますとツイートしている。2010年オフに FA を行使し、ソフトバンク移籍が決まった際、横浜から移籍した選手は横浜在籍時よりも良い成績を残すと言われていたことから、ある番組のインタビューで、僕自身は横浜を出ていく喜びを感じられますけどと発言した。その後ソフトバンクに移籍した内川選手が大車輪の活躍を見せたことから、横浜から移籍した選手が活躍するたびに横浜を出る喜びで活躍したと揶揄されている。横浜時代で低迷期を支えた内川選手、ソフトバンクに移籍した際には強いチームでやれるというのが一番のモチベーション、自分だけで点を稼ぐことができなくてもそれをつないでくれる選手、取った点を守れる投手がいるのはやる気にも大きく影響すると話している。さらには最下位でやってたプレッシャーと優勝が狙えるチームでのプレッシャーは全然違うや、3時間の試合が以前よりかなり短く感じるので集中しているんだと思いますと、現役時代横浜批判とも取れる数々の発言で物議を醸した。2014年のシーズンオフに野球指導で小学校を訪れた際、内川選手自慢のバッティングを披露しようとした際に打ち損じてしまい、その打球が顔面に当たってしまうというアクシデントが発生、その瞬間を捉えた画像がネットに拡散され話題となった。 WBC2013 の代表選手に選ばれた内川選手、しかし準決勝のプエルトリコ戦の8回、2点ビハインドの場面で1塁にいた内川選手が投球と同時にスタート、しかし2塁にいた井端選手が慌てて戻る形となり、一塁ランナーの内川選手は挟まれタッチアウト。試合後には僕のミスですと涙ながらに語った。2009、2013、2017と3度にわたって WBC に出場し、酸いも甘いも経験した内川選手、 WBC は僕の人生を変えてくれたと語るほど思い入れがあり、野球人生を変える一因にもなったそう。天皇皇后両陛下の長女愛子様は2009年の WBC で内川選手が活躍する姿を見てファンになったそう。内川選手はサイン入りバットをプレゼントし、愛子様はこのバットで毎日のようにティーバッティングをしていたそう。クライマックスシリーズでは安打、本塁打、打点の通算記録で歴代1位を記録し、最多となる3回の MVP を受賞、日本シリーズでも MVP1回、優秀選手1回を受賞するなど、短期決戦の鬼、ミスター短期決戦の異名を持つ。2008年に記録した打率3割7分8厘は NPB における右打者史上最高打率、史上2人目の両リーグでの首位打者及び最多安打獲得者、歴代4位タイの7年連続打率3割達成、通算で8回の打率3割など球界を代表するアベレージヒッターである。首位打者を獲得した2008年から2010年まで対左打率3割5分6厘と左投手に強い、特に首位打者を獲得した2008年には対左打率4割3分9厘を残し、2009年の WBC では原辰徳監督にこの点が評価され、左投手の先発試合では積極的に6番で起用された。2000年のドラフト会議で横浜ベイスターズから1位指名を受け入団、広島カープも指名予定だったが当時足に故障を抱えていたため、内川選手は大下元ヘッドコーチ主導による広島の猛練習に不安を感じており、もし広島から1位指名された場合は拒否をして進学していたそう。ルーキーイヤーの2001年は3試合ながら1軍を経験、2年目には代打として42試合に出場、70打席ながら打率3割3分3厘、2本塁打と結果を残した。ファームではフレッシュオールスターゲームで藤川球児氏から安打を放った。その後は2005年までレギュラーをつかむかと思われるが故障の繰り返し、この頃について内川選手自身は手記で、5年目ぐらいまでは毎日必死だった、レギュラーをつかみかけては話す、そんなことが続くうちに他球団では同い年の中島博之や片岡康之が活躍し始め、置いていかれる感覚があったと書いている。2006年は規定打席こそ到達しなかったものの、自身初となる100試合出場を達成、打率2割8分6厘、4本塁打、
34打点115安打とまずまずの成績を残した。2008年には開幕から打撃好調で4月末にファーストのレギュラーに定着。打率が4割を超える時期も長く、オールスターゲームには監督推薦で初出場。2試合を通じて5打席連続安打を記録するなど活躍した。結局このシーズンは打率3割7分8厘を記録し、首位打者に加え最多安打最高出塁率のタイトルを獲得した。2009年は開幕4番を務め、全打順での試合出場を達成。アレックス・ラミレス氏と最後まで首位打者争いを繰り広げ、最終的にリーグ2位の打率3割1分8厘を記録した。2010年は主に1番や3番でファーストとして出場。リーグ3位の182安打を記録し、自身初めての全試合出場、3年連続打率3割を達成した。10月2日の巨人戦ではノーアウト1・2塁で打ったサードゴロによりトリプルプレーを記録している。ソフトバンク移籍初年度の2011年は4月に打率3割9分7厘を残し、自身2度目となる月間 MVP を受賞。交流戦では打率3割2分6厘20打点4本塁打と活躍、交流戦の優勝に貢献し MVP も獲得した。最終的には打率3割3分8厘を残し、江藤慎一氏以来史上2人目のセパ両リーグでの首位打者を獲得した。2012年は6月に月間打率1割2分8厘と苦しんだが、7月からは打率3割4分6厘で5年連続となる打率3割を記録し、最多安打のタイトルを獲得。2013年は19本塁打92打点と自己最高を記録したのに加え、打率も6年連続となる3割5分を記録する活躍で3年連続5度目のベスト9を受賞した。2014年は打率3割7厘で7年連続での打率3割を達成。しかし2015年に2割8分4厘を記録し、8年連続とはならなかった。それでも2016年には4番に固定され、141試合の出場で2年ぶりの3割台となる打率3割4厘を記録し、自身初の100打点超えとなる106打点を記録した。2017年は自身4年ぶり2度目となるオールスターゲーム MVP を受賞。楽天とのクライマックスシリーズファイナルステージでは第1戦から第4戦まで4試合連続で本塁打を打つ活躍を見せ、自身通算3度目の MVP を獲得した。2018年5月9日の西武戦で2000本安打を達成。35歳9ヶ月での達成は1970年の野村克也氏に次ぐ球団史上2番目の年少記録となった。また初出場から1800試合目での記録達成は右打者としてはアレックス・ラミレス氏、長嶋茂雄氏に次ぐ歴代3位の速さとなった。2019年は3年ぶりに規定打席に到達したものの、打率2割5分6厘に止まった。しかしファーストとして NPB 史上2人目、パ・リーグでは初の守備率10割を記録し、自身初となるゴールデングラブ賞に輝いた。プロ19年目37歳での初受賞は最高齢記録かつ最地記録であった。2022年限りで現役を引退した内川選手、ピッチャーの球も速くなっているし球種も多くなっている中で、そこに対応しきれなくなったというのも理由の一つですと語った。というわけで今回は球界屈指のアベレージヒッター内川聖一選手の面白いエピソードを50個ご紹介しました。引退後のさらなる活躍に期待しましょう。このチャンネルではプロ野球の時事ネタや選手について紹介するので、チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。